皆さんこんにちは、みのです。ということで、今回ですけど、デスク周り紹介を、ね、してほしいっていうコメントが多々あったのでね、今回デスク周り紹介ということでやっていきたいと思います。というので、もう早速やっていきます。こちらから、奥から見ていきましょう。で、ここにですね、まあ、時計があります。はい、目覚まし時計ですね。これはまあ、でも、今ここに置いてるんですけど、まあね、ここで、なんか、枕の、ところに置いとくとね、その、ポチッと押しちゃって止めちゃうんでね、もう、あえて離れたところで音が鳴るようにしてます。で、ここにね、特に最近ね、暑いんでね、シーブリーズがね、置いてあります。はい。で、シーブリーズがあって、ここにですね、このキーボードにつながっているのが、モバイルバッテリーですね。これが、1000円ぐらい、ちょっとね、ホコリがついてるんですけど、1000円ぐらいのモバイルバッテリーで、ここはですね、動画撮るときに使ってる三脚ですね。はい。自社動画とか撮るときはね、これをね、使ってます。そして、ここにあるのがですね、PS4 のコントローラーですね。これはデュアルショックだっけかなんか、そんな感じのやつですね。ここに、ボルテックスのフリークをね、つけてます。はい。一時期パッドとかでやってたときはね、これ使ってましたということですね。これがですね、モニターですね。ゲーミングモニター。これはね、ギガクリスタ、IO データかなの、75Hz のモニターですね。まあ、僕 PS4 なんで、そんな関係ないんですけど、なんかね、めっちゃ丁寧に説明されてね。ちょっと値段結構は高かったんですけど、ね、これにしました。で、ね、奥にね、こちらが、PS4 ですね。これは PS4 の 500GB ですね。500GB の PS4 があります。なかなかいろいろつながってます。はい。で、ここにですね、マウスのね、線がつながってるんで、マウスバンジーがありますね。はい。こんな感じです、マウスバンジー。これね、なんかそのめちゃめちゃ値段も安くて、コードが断線しないためにとか、あとですね、この、これなんか無線みたいな感じがするんですよ。こうやって、ね、こう線に縛られないんで、ここにくっついてるから、そうだからね、これマジでマウスバンジおすすめです。特にね、有線のマウスを使ってる人はね、本当におすすめです。もうこれね、僕マウスバンジ使ってない時にも、こするってもう、やばいことになってるんですけど。で、これがですね、さっきからね、見てる、これがね、結構前からもう1年ぐらい経つんじゃないかなっていう感じです。G403 ですね。なんか僕、後ろなくなっちゃったんだけど。G403 で、ね、使ってます。これね、G403 なんかね、この前のデスクの話は G502 だったんですけど、ですね、このホイールがね、502ってなんか、バーンバーンってその空回りしちゃうんでね、この G403 に戻しましたということで、これですね、使ってます。愛用してますね、これ今。本当にサイドボタンがでかくてね、押しやすいのと、ですね、全体的にね、なんかシュッとしてる感じで、そうそうそう、でね、光もそんな強くないし、手にね、フィットする感じがね、めっちゃ好きなんで、これね、愛用してます。はい。で、こちらにあるのがね、さっきの気になったんですけど、コルセア K65 ということでね、こちら、キーボードですね。これね、僕がキーボード、ゲームする時に使ったやつですね。で、ここにね、まあ、ちょっと見えづらいんですけど、これ銀軸です。はい、銀軸。銀軸がね、ここについてます。はい。これね、銀軸のキーボードで、ここにね、ちょっとその付属してたんで、キーキャップをつけてます。ちょっとこれ滑らなくなって結構ね、いい感じです。こっちの方にですね、なんかその、あれですね、通称アベノマスクがあって、まあね、バファリンですね。バファリンがあって、で、これね、iPhone のイヤホンがあって、で、まあね、今使ってね、iPhone6 かな ?6 があります。あとは、まあ、これですかね。はい、こんな感じで。で、これはね、何かって言ったらね、iPhone7 以降って、防水のためにイヤホンジャックなくなったと思うんですけど、そこ、これあるじゃないですか、ここ。イヤホン挿す部分がなくなったんでね、その充電しながらイヤホンつけれなくなっちゃったんで、このね、やつ買いました。1000円ぐらいかな、そう、それぐらいで、買いました。ちょっと見づらいんだけどね、ここにね、イヤホンを挿して充電器を挿すって感じですね。これをね、やって、イヤホンでね、まあ、ディスコードとかで通話しながらね、充電できるんで、ずっと通話できるよってやつです。はい。で、これがですね、オフィスチェアですね。はい、これはね、兄がね、買ってくれたものなんですけど、本当にね、これ、マジでね、ずっと座っててね、普通に座り心地いいし、そうでもね、まあ、リクライニングはね、できないんですけどね、すごいしっかりしてるんでね、ずっと持ってくれてて、本当にね、いいなと思います。しかもね、色も、デザインがシンプルで、ね、何よりそれが一番好きです。で、ここにあるのはですね、ゲーミングヘッドホンですね。で、これが、ハイパー X の、ヘッドホンです。はい。ゲーミングヘッドホンですね。これね、すごいね、周りの音が遮断されるのとですね、あとね、なんていうのかな、その軽いんですよね、結構。結構軽めで、しかもね、ここ、調節も簡単で、あとマイクミュートが、ね、あるんですけど、まあ、僕はね、ヘッドホンのマイクは使わないんですけど、これマイクミュート、ここ、ここなんですよね、これ。そう、このカチッと音が鳴るとマイクがオンになって、上に上げるとマイクがカチッとミュートになる。でですね、で、これがね、ヘッドホンです。はい、これをね、いつもつけてます。で、ちょっと紹介くれたんですけどね、こっちの方に、ね、マイクアームに繋がれたね、マイクがあります。まあ、これ何かって言ったらね、
このね、マイク自体はね、ソニーの3000円ちょいぐらいの、ね、コンデンサーマイクで、これはね、なんだろう、この、なんていうんだっけ、これ。2 hours later. マイクアームはね、別でね、売ってるやつをね、買いましたね。マイクアームにね、これをつけて、ね、まあ、こんな感じで自由にね、動かせるようにしてます。まあ、オン、ミュートはね、ここでやるんですけど。あとね、これマイクアームにね、このポップガードっていうのかな、ツバが入らないようにするやつがついてきたんでね、これをつけてね、いつも、実況とかね、配信してます。マウスパッドはですね、これ、いただいたものなんですけど、こんな感じでね、ちょっとメーカーよくわかんないんですけど、あの、王道のやつですね。すげえこれ滑り良くて、そう、しかも広いからね、何人もね、ずっと愛用してます。はい。とまあね、こんな感じで、僕のデスク周りをね、紹介してきました。まあね、なんかたまにね、PC ってね、いう風にね、ちょっと間違われること多いんですけども、実際 PC 勢じゃないんでね、そう、僕、そう、バリバリ PS 総勢なんでね、ちょっとこれから YouTube 頑張ってね、PC 使えるように頑張りたいと思います。ということで皆さん、よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。じゃあ、また次回の動画配信でお会いしましょう。バイバイ、さよなら、おつにんにょ、バイバーイ。何て言うんだっけ、これ。